いいですか？どうぞ。はい。先生お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。今日初めてお会いしたんですけど、初めてちょっとご縁があって、はい。はい、ということで、はい。急遽やってくれるってことで、はい、お願いします。肩が凝ってるそうで。肩めちゃくちゃ凝ってます。首とかも辛い感じですか？もう右がもう全部やばいですね。右がやばいですか、はい、なるほど。はい、もう今これでもちょっと右痛い感じですか？右だけちょっと痛いですね。左よりは、はい、左よりは右が痛い。はい、ちょっと私も久しぶりなんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。楽にしてくださいね。ありがたい、はい、はい。痛かったり、なんかあればおっしゃってくださいね。はい、今どうですか？いやもう気持ちいいっすね、はい、うわこの辺とかですかね。あーそうっすね、ちょっと痛い、はい、痛気持ちいいぐらいですか？はい、はい、はい、ちょっと後ろ、あ、力入りやすいですね、はい、体に。あ、本当ですか？結構多分、はい、割と知らず知らずになんか、はい、こう手握ってたりとか、はい、力んじゃってる感じじゃないですか。肩が上がってたりとか息止めてたりとか。あーでもそうですね、言われている。多分割と、うん、今とかも腕ちょっと浮いてるので、うん、力がね入りやすいから凝りやすい方だと思いますね。あ、首筋もやっぱり結構そうですね。うわ、そうですね、左ですか、はい、そうですね、やっぱ左より右が張りが強いですね、やっぱり。うん、ちょっとやっぱり緊張がこっちの方がやっぱりすごいありますね。多分顎とかも、はい、あ、これね痛い、ここねとかね、はい、痛いですよ、ね、こっちよりこっちが、あ、そうです ね痛いですね。あ、すごいですね。ちょっと凝りがもうありますね。本当だ、ここがやっぱり緊張だから、側頭部とかも硬いんだんですよね。あ、筋張ってますもんね、こことか。わー確かに。はい、髪癖とか、はい、視力とかも影響してるかもしれないですけど、はい、ですね、全体的にやっぱりおっしゃるように右の方が痛いように、うん、ここですね、はい、筋張ってるのがある、はい、あるので、ちょっと楽に、はい、呼吸ちょっと息はーっと長めに、はい、そうですね、はい、でちょっとね、ちょっと意識的にクチャーって開けるような感じで、はーっと、ふーよりもはーの方が力抜けるので、はい、すごい、結構力入りますね。そんなにいいですか？うん、全然、そんなに。もう疲れやすくないですか？疲れやすいですね。ね、疲れますよね、はい、あのもう無意識に力が入った状態が定着してるので、はい、多分よく寝れてないし、はい、いや本当その通りです。本当にその通りです。うん、かなり凝りはありそうですね。ちょっとこう後ろ向きに、ちょっといいですか、少し斜めにこっちに入ります、はい、はい、痛そう。力んじゃうから、はい、結構今も痛いですよねこれね、はい、痛いんだよなやっぱり。あ、でも気持ちいいですね。これぐらい気持ちいいですか、はい、はい。多分ね、豆にほぐした方がいいですよ。なかなか行かないですかね、ほぐしに行ったりとかってされることあります？全然ないですね。全然ない、はい、やっぱ行った方がいいですかね。なんかね、多分ないと自分では無理だと思うんですよ、はい、いつも凝っちゃってるし、分かってないから力入ってることが、はい、だから慢性的にもうその凝った状態に慣れちゃってるし、はい、意外とこの辺とかも張りが強いんで、あ、気持ちいいですね。そうですね、だからちょっとこの今肩凝ってるっておっしゃったんですけど、はい、お背中とかもすごい張りが強い。そうですか、うん。この辺とかも押されるとちょっと痛気持ちいいというか、はい、痛いなみたいなのが、この辺とか特に痛いのがあると思うんですけど、はい、
体がもう力んじゃってるし、凝りもすごい強いから首もちょっとねパンパンっていうか、はい、ちょっとね ほっといちゃうと、はい、あんまり運動習慣とかもないですよね。そうですね、最近はもう全然運動はしてないっすね。そうですよね、だから多分こうその状態を改善する方法がない状態だし、はい、自分でストレッチしようとか運動しようと思ってもやっぱり力んじゃってやっちゃうので、はい、あの疲れるけどほぐれないと思うんですよ。ああなるほど。そうそうそう、力入ってるって言われて、はい、まあ、確かにそうなんかなってあんまり意識したことなかったんですけど、うん、だからちょっと人からやってもらって、はい、なんかちょっとそういうあのいい香りだとか、はい、あのなんか気持ちがいいベッドとか、はい、いろいろその快適な空間休むぞっていう積極的な休息がないと、なんか多分何でも頑張ってやっちゃうので、力入ってるっていう、そうそうそう状態で やると体に良くないので、そうですね、とかまあもうちょっと時間取れるんだったら、はい、そうですね、このこれ手からもう全部こう指先とかもこう反りが悪くなってるじゃないですか、はい、今、はい、だからこういうところからあの頭のマッサージとか、はい、手のマッサージとか、はい、いきなりこの辺やってもやっぱりもう痛いで力入っちゃって、はい、なかなかほぐれずに難しくなっちゃうかなと思うので、はい、そうですね、少し時間かけて末端から、はい、でも今ちょっと緩んできたので、そうですね、ちょっとあのなんとなく軽くなったような、ここ筋張ってたのが、はい、今まあ奥の方行くとちょっとまだコリコリって残ってるんですけど、痛くないんじゃないですか。そうですね、はい、はい、最初痛かったですよね。痛かったですね。だからまあこうやってあげてるとだんだんほぐれるので、はい、そういう感じでちょっと時間作って、はい、丁寧にやってあげると、はい、それが定期的にあると疲れがたまる前に手を打てるので、はい、ですね、でそういうのにちゃんと言ってれば、はい、割と治ってきますか。あ、そうですね、なんかまめに言ってれば、あと自分でも自覚するので、はい、あ、これ凝ってるんだなとか、もう背中まで張ってるんだなとか分かれば、はい、あ、気をつけようとか、あ、なんか楽になったとか変化があることで、その意識も変わってきたりとか、はい、はい、そうですね、うまく力抜くようにコツが分かったりとか、はい、なるので改善できると思います。今だと結構姿勢いいんですけど、はい、今はねビタッとしてるんですけど、やっぱりこう力んでるので、あ、はい、そうですね、うん、だから確かにそうですね、まずはやっぱりそういう力む癖をどうにかはい、うん、あーでも気持ちいいですね。ちょっとこっちにいいですか、はい、一回お尻ちょっとこすりません、はい、そうですね、はい、胸の、はい、伸びも、はい、壁がついてきちゃいますよね、やっぱり硬い相当硬いですね、硬いですよね、うん、はい、張りが強いからやっぱりもうちょっと動かしたり揉んでもらったりが生活にあった方がいいと思いますね。さっきよりこう力抜いて受けられるようになってきてますよね、は
最初はもっとこう自然と上がっちゃうみたいなあったんで、今さっきよりもここ凝りが、はい、ね、なくなってちょっとなんか楽になった気がしますね。はい、柔らかいです、はい、ここも顎もさっき痛かったですけど、はい、どうですか、同じようにやってますけど。あ、全然、はい、痛みが軽くなってますかね。はい、はい、すごい。そうですね、5分10分でもこうやってあのやれてもらってると変わってくるので。すごいですね。はい、ここ凝りがねすごいありますね、はい、その時にこう突っ張っちゃうんですけど、ちょっと近寄せたぐらいの方が緩んで、はい、気持ちよく受けられるので。凝り強い人は比較的こうちょっとこう上げたりとかゴリゴリ言ってますここがとにかく硬いですね。どっちかっていうとこの本当は胸も、はい、こっちちょっと向いてもらっていいですか、こっち側にちょっと変わっていいですか、はい、こっちですよね。 ここはすごい痛いですよね、はい、痛いです、はい、はあ、これやっぱ胸の方が硬くなってるので、そうですね、こういうとこなんかはちょっとこっちに寄せてもらって、これで押すとちょっと痛くないですよね。あ、はい、そうですね、はい、でこういう緩むポジション作ってやってあげると結構気持ちよく緩まるので、多分あんまり体の使い方が上手じゃないのであの多分そう普段からいらない力が、そうそうそう、多分変に上がっちゃったり握っちゃったりが、はい、はい、ありそうなので、そうですね、右の方が特にそれがこりこの筋張ってるところがね、はい、多くあるので、そうですね、右あ左にねちょっとね頭傾けちゃうんですよね。あ、もうそれ体がこわばってるからってことですか。多分そうですね、なんか多分気使う方なんですよね。あの、はい、右やってるからこう邪魔しちゃいけないみたいな、気持ちが多分働いてらっしゃるんですよ。はい、なるほど。そうだからそれ多分普段からそれってこう人のとの関係の中ではいいことなんですけど、割と自分の体を犠牲にしちゃうので、あ、そうそうそう、だからやっぱりそういうあの。その辺をケアする時間がないと、はい、知らず知らずにその気を使ったり力入ったりがもう無意識にある状態で体にどんどん疲れが溜まっちゃって動きが悪くなっていってっていうことで。なるほど。はい、この凝りだいぶ取れてきましたね。あ、気持ちいいですね。うん、と少しこの動きもやりやすくなってます、ね。はい、うわ、全然違う。はい、そうそうそう、まだまだ硬いですけどまあ多分何回かやっていけば、はい、だんだん変な癖とかこわばりとかも取れてきて動きが良くなってくるので。うわー、気持ちいいですね。うわ、そうですね、でこっちは動くけどこっちからこっちにちょっとやりづらいなとかね、はい、ありますよね。ありますね。そういうやっぱりちょっとね前に力、まあ皆さんそうなんですけど、はい、やっぱりそういう体の癖とかがあるので、そのことの、うん、まず自分で理解していただいて知ってもらって興味持ってもらって、はい、いや本当勉強になりましたこんなに力入ってると思わなかったです。うん、あ、でも今ちょっと環境変わったりとかもねあるね、そうですね、これからっていうところもあるってことなので、そういうところでもあってこう緊張とか、うん、なんか、まあ、ちょっとこう意気込んでるところとかで体がね力が入ってるのかもしれないですね。頭のてっぺんのところに体の力を抜くツボがあるので、あ、そうなんですか。そうですね。
頭部もね、硬い。硬いですか。硬いです。音がもう硬いじゃないですか。カチ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 みたいな。すごい、これも緩んでくると音がね、はい、もっとソフトになるんで。やっぱ柔らかい人っていうのは触ってわかりますか。あ、わかりますね。あ、そうなんですね。ちょっとやっぱ寝不足の頭ですね。あー、なるほど。はい、うわ、硬いし痛そう。でもまあ首だいぶ取れてきたんで、はい、うんうん、目もだいぶ疲れてますよね、まあ、そうです ねやっぱ目の緊張が強いと頭皮も硬くなるので。ああ、そうなんですか。はい、でも首だいぶこれ今気持ちいいぐらいじゃないですか。気持ちいいです。はい、はい、だいぶまあ首周りはこれで今だと左右差も逆に左の方が今ちょっと右より左かなみたいな感じありますね。あ、ちょっと分かります。はい、はい、右側が緩んだので、はい、左側が上すげえ逆に そうですね、なってますけど。じゃちょっと手バンザイしてもらって、はい、上に上げてもらって、うわ、はい、でちょっと左右に開いて、で頭ちょっと首をあの、はい、顎を引くような感じで、こうですか。そうですね、うなずいてもらう。そうです。まず、はい、どうですか。いや、なんか軽くなりましたね。本当に、はい、だいぶ右は肩ね、柔らかくなりましたね。はい、うわ、すごい、うわ、ちょっとここ響きますね、響きますね。リンナーが今ちょっと痛みがあるかな。痛いですね、はい。そうですね、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、すごい。ちょっとこう肩ひ動かしてもらって。うわ、すげえ。違いますか。全然違います。あ、よかった。軽い、なんか本当に動きやすい。え、すごっ。だいぶ楽になりました。あ、よかったです。はい、ありがとうございます。よかったらまた。すごい。あまり普段恩恵にならないんですもんね。全然いかないですね。あ、はい、そうするとよりちょっと分かりやすいっていうか感じますね。はい、いや、すごいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。